タレントで女優の小池栄子さん。ちょっと前にも、ドラマ、私旦那をシェアしてたで、未亡人になった途端に、旦那の愛人が二人も登場して、遺産相続のために、正妻の座を奪い合うという、とんでもない役をこなしていましたし、何かと世間をお騒がせしている。エリカ様も出ていた、2017年春に放送の、ドラマ「母になる」に出演した時は子供を流産してしまった結果、見知らぬ子供を誘拐まがいで連れ去り育てていくという難しい役でも注目を浴びましたが、ん？あれ？でも実際には結婚してからもう10年近くは経過してる小池さんですが、そういえばお子さんがいるという話は聞いたことがありませんよね。何か特別な理由があるのでしょうか。気になって調べてみました。小池栄子さん、2007年に格闘家の坂田亘さんと結婚。馴れ初めは坂田さんに一目惚れした。小池さんからの猛アタックで交際スタートなんだとか。5年付き合った後にめでたくゴールインされています。しかしそんな2人におめでたのニュースがなかなか流れないことから、一部では小池さんが不妊症で長らく不妊治療を頑張ってるとか、小池さんが仕事のない旦那に愛想を尽かして子作りより離婚準備中だとか、憶測でいろんなことが言われているようですが、とんでもない。実際そこにはもっと壮絶で切ない理由があったんです。小池栄子さん、かつてスピリチュアルカウンセラーの江原博之さんにも霊視されていた通り、自分を犠牲にしても好きになった人を助けようとする聖母マリア様のような性格で、坂田さんとの恋愛や結婚もまさにその通りだったそうです。どういうことかというと、坂田さんは格闘家としての一面もありながら、それだけでは収入が不安定だからと料理店を開いたり、プロレス団体を立ち上げたり、はたまたとんかつ屋のフランチャイズ店のオーナーとなってみたり、いろいろと無節操に手を出したのですが、どれも失敗。その結果、坂田さんはおよそ3億円にも上る借金ができてしまいました。しかしなんとこの大金を妻である小池栄子さんが女優業を必死で頑張ることで返済していってるんだそうです。芸能界でも評価の高い小池さんの現在の年収が約7000万円だと聞きます。それでも3億円という途方もない金額を返済するのは、いくら売れっ子の小池さんといえども寝る間も惜しんで働かなければ到底間に合わないし、そのためには腰を据えて妊活に挑む時間もなければ、また不妊治療にかかる大金を支払う余裕も今の状況では残念ながら全くないですし、またもし今万が一子供ができてしまっても、売れっ子の小池栄子さんには出産や育児のために休みを取ることも、子供を育てていく金銭的な余裕もないというわけです。思い返せば、小池さんは結婚前に、子供は好きだから、たくさん欲しい、と話していたことから、子供を心から望んでいたことがわかるだけに、なおさら、この話は切ないですね。おまけに、ここへ来て、また坂田亘さん絡みで、実は、小池栄子さんに、全事務所との金銭トラブルが起きていて、また大金を要求する訴状が届いたとも言われています。それでもそんなシビアなお金の問題を幾度となく目の当たりにしても、それでもなかなか子供が作れなくても、坂田さんとの夫婦仲は結婚50年経っても超ラブラブだというのですから、旦那は本当にラッキーな人ですね。小池栄子さんがいかに好きな人に尽くすマリア様のような性格かがわかりますよね。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。私は小池栄子さん、
いい人すぎ。ランナー、もっとしっかりしろよー。と、メイチのカツを入れたくなりました。これからも、そんなけなげな小池栄子さんを、全力で応援していきたいと思います。それでは次回、またお会いしましょう。